ピンポンパンポーン。はい、暇つぶしの館です。今回なんですけど、今日アジを買ってきました。ということで、今日はこのアジを使って、アジの南蛮漬けを作っていきたいと思います。はい、今日ちょっと GoPro で撮影してるんで、いろいろと、なんか問題点とか出てくるかもしれないんですけど、とりあえず作ってみたいと思います。大さじ1、1/4、あ、これだ、この味だ。こんなもんでいいか。よし、これなんか鱗がねえような気がするな。エラ蓋を持ち上げた時に見える内側にある赤いギザギザしたエラを取り除きます。口と赤いエラがつながっている部分を先に切り落とすと楽。よし、次はちょっと手際よくいこうか。エラ、長時間撮影には向いてねえな。あ、いて、痛い、いて、うわ。あ、ちょっと待て。こんな感じなんですけど、合ってるんでしょうか。飲んでいいんですか。完成だ。これ完成だ絶対。
です。アジの南蛮。お味の方は。いただきます。うん。おいしい。あ、おいしい。あ、よかった。ごちそうさまでした。残りはちょっと明日の朝、朝ごはんで食べようと思うんで、今日はあと、じゃん、カフェオレ。うまい。